どうもシュートです。さあ今回はですね、久しぶりにライブアップで C 環境のガチスカ解説をやっていこうと思うんですけれども、まあ、今回は5バック編ですね、そちらをやっていこうかなと思います。まあいつも通りアイコニックありとアイコニックなしでしっかりと解説していこうと思うんですけれども、まあ以前の動画でも紹介はしましたが、まあ C 環境で意識することですね。まあ主にこの3つです。ユーティリティ性のある選手を使う、であとはディフェンスの層を厚くしておく、で最後にアイコニックをぶち込んでいくと。まあ後々また説明はしていきますが、まあこの3つのことは僕は意識をしてますね。まあそれでは早速見ていこうと思うんですけれども、まあ監督はですね、いつも通りパウロ・ソーザ監督ですね。まあ僕はこのパウロ・ソーザ監督以外の5バックの監督はそんなに使わないので、まあ他は分かんないんですけれども、まあパウロ・ソーザ監督で、まあ今回は解説していきます。まあまずは戦術ですね。オフェンシブ戦術だとカウンターショートパスサイドフォーメーション重視で、リトリートサイドアグレッシブで、サポート距離が4、ディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが10となってますね。ディフェンシブ戦術にすると戦術は変わらないんですが、サポート距離が5、ディフェンスラインが4、コンパクトネスが10ということで、まあサポート距離とディフェンスラインの高さが入れ替わるっていう感じですかね。まあ、僕はサポート距離近い方がいいかなと思ってオフェンシブ戦術でやっております。ではまず早速人選解説に入っていこうと思うんですけれども、まずゴールキーパーに関しては、まあやっぱ僕は守備的ゴールキーパーが好きなので、まあ FP クルトは持ってたら多分クルトは使ってるんですけれども、僕は通常しか持ってないんで、まあチェフさんを使ってますね。まあ守備的ゴールキーパーで、しかもライブアップで B 固定なんで、まあ総合的な安定感では一番あるのかなっていう感じはしますね。ただ簡単なシュートとか決められる場合もあるので、まあその辺はまあ自己責任ということでご注意して使ってください。では次センターバックですね。まあセンターバックに関しては別にユーティリティ性の部分は全然求めてなくて、もう本当に自分が強いと思う使用感のいい選手だけを入れてます。まあボトマン、クリバリ、フォファナで、まあベンチにカバックとジョーゴメスっていう感じですね。まあ僕ちょっとバラン抜いちゃったんですけれども、やっぱ一人はねハードプレス入れたいなと思って今回クリバリ入れて、ちょっとバランをね抜いちゃいました。やっぱり最近逆足頻度1っていうところが気になってきて、まあまた必要になったら使おうかなと思ってます。まあとにかくめちゃくちゃ強い自分の好きなセンターバックを入れておけばいいのかなと思います。まあ僕の条件としては守備能力、フィジカルコンタクト、あとはスピード瞬発力、この3つさえあれば大丈夫かなっていう感じですね。では次サイドバックですね。マクケニーとアラバということで、まあサイドバックの選手に求めているのは、まあ4312の時とかも多分解説したとは思うんですけれども、ある程度のスピシュンで、それからスタミナは95以上で、フィジコもまあ90とか85ぐらいあればいいかな。でまあ守備能力もある程度っていう感じで、まあ今言った能力が全て85以上だったらいいかな。でスタミナは95以上欲しいですね。でなおかつまあワンタッチパスとかスルーパス持ってたら攻撃の組み立ての時とかも非常に役立ってくれるので、まあそういったスキルの面も僕は重視して選んでますかね。でまあベンチにゾブに置いてますけれども、まあ FP のゾブに持ってる人とかだったらもうどっちでもね、左でも右でもどっちでも使えると思いますし、まあ通常でもねスタミナ93あるんで余裕で使えます。でジョーゴメスもちょっとサイドバックとセンターバック要因として、まあディフェンスライン全般で置いてるんですけれども、まあ、やっぱ両サイドバックできてセンターバックもできるということで、ジョーゴメスはね、まあ、なかなか替えの効かない選手になってくるんじゃないかなと思います。まあ、とにかく攻守にわたって何不自由なく攻撃も守備もできたらいいってぐらいですかね。まあ、マクケニーに関してはちょっと守備のフィジカル面が強すぎるんで、まあ、オーバースペックかなっていう感じがするんですけれども、では次に CMF の話をしていこうと思うんですけれども、まあ、カマビンガとネドベドということで、まあ、カマビンガはユーティリティ性っていう部分は全然なくて、この CMF の部分しかできないんですけれども、これだけ足元能力あってパスもできて、まあ、決定力もそこそこ足も速い、フィジカルも強い、スタミナもある、スキルもいい、まあ、使わない手がないかなっていうぐらいの選手ですね。まあ、今まではビエラ置いてたんですけれども、まあ、ビエラぐらいとは言わなくても守備はしてくれるし、やっぱり攻撃での貢献度が、まあ、ビエラと全然違うなっていうことで、まあ、カマビンガを使ってます。で、まあ、次ネドベドに関しては、まあ、OMF もできるし、まあ、最前線 ST にしたら使えるしということで、まあ、そういったユーティリティ性も持ってますよね。まあ、能力値とかに関しては、まあ、そんなに説明もするほどではないと思いますが、めちゃくちゃ強いです。まあ、中盤の選手に関しては、まあ、カマビンガぐらい圧倒的に強かったら FP の選手入れて欲しいんですけれども、まあ、ぶっちゃけアイコニックを入れておけばいいと思います。控えをね用意する必要がないので、そういったことも考えたらやっぱアイコニックはねぶち込んでおくのは安牌なのかなっていう感じですね。でまあ先ほどサイドバックでも紹介したアラバとマクケニーっていうのは CMF もできますし、そういったカマビンガだけが不調の時アラバ持っていって、まあ、ジョーゴメス入れたりっていうこともできるので、まあ、やっぱセンターバックっていう重要なポジション以外はやっぱユーティリティ性のある選手を入れた方がいいんじゃないかなっていう、こういう面でもね、まあ、分かっていただけるかなと思います。でまあ OMF はロナウドですね。まあ、このロナウド、ハイフロナウドは誰しもが持ってると思うので、まあ、ぜひ使ってみてほしいんですけれども、まあ、OMF は適正つけないと使えないかな。なので、アイテムをしっかりと使ってください。で、まあ、補正はかけるかけないは、まあ、その人次第でいいと思うんですけれども、まあ、補正かけなくてもオフェンスセンスは99あるので、まあ、OMF にプレイスタイルが未発動で、オフェンスセンス
数が95以上の選手を置けば、まあ、かなりいい抜け出しをしてくれるので、まあ、この無料配布ロナウドっていうのは本当にお勧めできるかなと思います。で、まあ、左足でも右足でもシュート打ってるし、このロナウドに関してはライジングシュートを持ってるので、まあ、かなり遠いところからでもしっかりと決めてくれますね。まあ、プレイヤーパックロナウド使ったことないんで僕はどっちが強いかわかんないですけれども、まあ、無料配布のロナウドしか持ってないですって方は、まあ、ぜひユベントス補正でこのロナウドを使うのは全然ありなんじゃないかなと思います。で、まあ、それに合わせてね、e フットボールポイントの交換とかでネドベドとかを獲得できれば、まあ、あとデルピエロもか、獲得できればですね、ユベントス補正もかけやすいと思うので、まあ、ぜひ合わせて考えてみてください。で、次 CF ですね。モイーズ・キーンとフォルランということで、まあ、キーンに関してはもうここのね最前線のフォワードっていうのはアイコニックの選手がいっぱいいるんで、まあ、特別使いたい選手がいなければもうトーレス、クライフ、ルンメニゲとか、もうこの辺りのメッシとかを使っとけばいいと思うんですけど、ラッシュフォードとかね。やっぱ僕ね、キーンにちょっとダブルタッチをつけちゃって、この選手のミドルライジングっていうのはね本当に刺さるんですよね。でドリブルもルンメニゲよりしやすさを感じますし、でルンメニゲと一番違う部分で言ったらやっぱりボディコントロールの高さですよね。まあ、ルンメニゲはフィジコン結構強いんですけれども、やっぱボディコンが低いんでたまに扱いづらくなる時もあると、まあ、もちろんドリブルもダブルタッチあるんで全然しやすいんですけれども、ただキーンに関してはルンメニゲの倍ぐらいもうキュイ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 って動いてくれるんで、まあ、そこも僕は好きかな。まあ、コンワン5とかねちょっともったいない点は多いんですけれども、でもまあそのあたりにはベンチにフォワードできる選手をいっぱい置いてるので、まあ大丈夫かなっていう感じですね。で、まあフォルランに関しては補正かけなかったらそんなに強くないかなとは思ってたんですけれども、やっぱこの高いキック力とミドルライジングのスキルから放たれるシュートは誰にも真似できないものを持ってるんで、まあやっぱさすがに外せないかなっていう感じはしますね。まあアウトスピンキックとかも持ってるんで、まあこっちからのコンカもしっかり狙えますし、まあ何を隠そう使用感最高のフォワードと言っていいでしょう。はい、で、まあベンチこんな感じで、まあカバックは左サイドバックとセンターバックで、ジョーゴメスは左サイドバック、センターバック、右サイドバック全てできると。でゾブニンは CMF とレフトサイドバック、右サイドバック。で、まあザニョーロに関しては CMF、OMF、センターフォワードどこでもできるっていう感じですね。でカカは、まあ、キーンの控えとか、まあ、あとはスーパーサブとして OMF 枠で、まあ、ロナウドと変えたりしますかね。で、まあ、ジョレンテ、ハーランドに関してはセンターフォワードのスーパーサブとして使ってて、まあ、僕ジョレンテにスーパーサブつけちゃってるんですけれども、まあ、スタメンの調子が悪ければもうセンターフォワード、センターミッドフィルダー、右サイドバック、 OMF どこでもできるっていう感じで、まあ、OMF で使うことはロナウド不調引かないんでないんですけれども、まあ、そのユーティリティ性も買って僕はガチスカに入れてますね。まあ、ハーランドに関してはもう無条件でガチスカに入れておきましょう。僕は右 CF で使うかな。でアイコニックを抜いてアイコニックなしで組むとしたら、まあこんな感じですかね。まあ変わったのはミリンコビッチ、サビッチ、ムバッペ、ボアド、あとはクルトワぐらいかな。まああとベンチにエンボロ入れたっていう感じですね。まあエンボロさんに関してはセンターフォワードも OMF もできるので、まあすごく使いやすいスーパーサブかなと思います。でムバッペを OMF に置く理由なんですけれども、先ほど話した通りオフェンスセンスが95以上のプレイスタイル未発動の選手ということで、まあかなりいい動き出しもしてくれるし、そこからの個人での突破力っていうのもあるので、まあかなりロナウドの代わりになってくれるかなと思います。で、まあミリンコビッチ、サビッチに関してはまあ2列目からの飛び出しの選手なんですけれども、まあかなりフィジカルが強くて能力値もいい感じで本当に今作向きな感じはするので、コンワン5なんですけれども、まあ攻撃はかなり活躍してくれて、守備もまあある程度は活躍してくれると思うので、まあ僕はサビッチ置くかな。で、まあ右の CF にボアドですね。まあボアドに関しては逆足頻度が4あるので、まあ左足でもシュート全然狙っていけますし、フィジカルも強くて足も速くて、まあ抜き出しもいいと、でスキルも本当に優秀なんで、まあスカットに入り込んでくるかなっていう感じですね。まあそれ以外はそんなには変わらないです。ではまあ最後にちょろっとだけ試合の方やっていきましょうかね。まあ OMF ロナウドの動き出しであったり、まあ守備の硬さ、その2つあたりを見ていただけたらなと思います。それではね早速やっていきましょう。はい、ではマッチングしましたということで、うわキーン絶不調かい。まあでもカカとかがいるんで安心ですね。まあここカカ ST にして使っていきましょうか。まああとはカバクとか入れてこんな感じでいきましょう。まあ大体ねこれだけ FP 入れててもそんなに不調とか引いたりはしないです。ワイツさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたしますということで、さあまあかなり熱を持って解説はしていきましたけれども、果たして試合で勝てるのかですよね。まあ僕最近もパウロソーザでしかやってないんですけれども、まあちょっと沼ってるかなぶっちゃけね。まあ昨日マクケニーをセンターフォワードにして動画撮ったりとかもしてたんで、まあそういった兼ね合いもあって、まあ沼ってたのはあるんですけれども、まあちょっと自己記録やっとると、まあ、本当に守備硬いし、まあ本当に適当な守備さえしなければもう守備が崩壊することはまあないので、やっぱね今作というか今現環境ではかなり強いセンターバックじゃないやガチスカになってくる監督になってくるんじゃないかなと思います。頭が回ってないねマジで。もう結構起きて立つんですけどね、もう 3,4 時間ぐらい経ってるんですけど。さあカカから、はい、フォルラン、あーちょっと逆空いてたか、ミスったな。でもロナウドの今の上がりも本当に良かったでしょ。
でこことかは結構距離のあるパス、相手の距離のあるパスはプレス指示しとけば、まあ、センターバックが勝手に奪ってくれるんで、まあ、そういう時はプレス指示するのはありかなと思います。さあここ奥につけて、まあ、ちょっと通らんかったけどなんとか通して、いやバラン強いな、やっぱ入れようかな。いやバランね、でもマジで逆足頻度1のせいでね、最近よく事故るんですよね。それがすごい嫌で。さあ真っ赤に、いやーナイス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 。まあ、ちょっと真っ赤にねフィジカルやられちゃいましたけど粘ってくれましたね。ほんと真っ赤に体強い、まあ、センターフォワードでもマジでやれますからね。いやあの動画はね、まあ、冗談チックで本当なんですよ。マジで強かった。なかなかバカにできない強さはありましたよ。はい、こう送りバリからカマビンガ、ロナウドで、ここパスゴ入れといて一回サイド使いたい。 OK。 さあカマビンガ上がってもろて、カマビンガね本当上がってくれます。もう普通に 4-3-1-2 のアンカーとかで使うより CMF の方がいいんじゃねって思う。まあ、4-3-1-2 の CMF とかではまだ使ってないんですけれども、まあ、このパウロ・ソウザ監督で使ってる分にはめちゃくちゃ使いやすいかなっていう感じはしますね。でこっちパスカット狙っといて、あちょフラスルはしっかりと対応できると。 OKOK。 もうこのね守備、センターバック3枚いる相手にフラスルはもう通用しないですよさすがに。はい、こうカカ出して、でカカからロナウド出して OK と。やっぱロナウド OMF にすることによってギリスリー CF バリの攻撃力を発揮することができるんで、これマジでね無料配布なんでおすすめっす。持ってない人もねほとんどいないと思うので、もう 90%95% ぐらいの人は持ってるでしょう。なんでぜひ使ってみてください。さあカカからフォルラン出して、ちょっとロナウドを待っときながら、はいロナウドの上がり、うわー当たるか。今通ってたらね、まあ前半は 2-0 ということで、まあいいでしょう。でも 2-0 ってね一番怖いスコアなんで、ほんと警戒しないといけない。さあここしっかり奪い切りたいが、ナイス。いやー無理か。まあ、コンパクトネス高いんで今んとことかも結構その奪われても奪い返せ、グズ危ねえ。危ねえ、やばいってハーランドマジで強すぎるって。さあこういうとこ相手が中盤とかサイドでボール持ってるときはもうサイドバックに合わせてなんかこう縦のパスコースを切りに行くみたいな、こういう守備結構おすすめです。相手もねかなり迷ってくれるんで、まあ時間も稼げるかなと。でまあ守備も戻ってくれて、まあ中ぎゅうぎゅうに守れて、まあ最終的にはやられないみたいな形を取れますね。はい、このコンビネーション、いや無理か、いや無理やな。さあここサイドバック合わせて、ほらこういうとこ絞らせてくるんですよ。でしっかり奪い切ると。まあちょっとイサク強すぎたんで危なかったですけれども、まあそのサイドバック持ってきたらこうセンターバックとサイドバック2枚で挟めることになるんで、まあこの守備結構おすすめですかね。まあよかったらぜひ守備講座の方も見ていただきたいかなと。でロナウドのこの動き出し、神ー。まあちょっと早い時間に試合終了処理中となってしまいましたが、まあそれでもロナウド OMF の動き出しの良さっていうのは十分伝わったんじゃないでしょうか。でも切断はダメだよ。まあ今回はライブアップで C 環境ガチスカ人選解説の5バック編をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ最近紹介したロナウド OMF っていうのがすごいハマるフォーメーションとなっておりますし、5バックの技術 3CF を作り出せるっていう感じですかね。なのでまあこのスカットで僕が一番こだわってるのは本当にこの無料配布 OMF ロナウドっていうところなので、まあぜひほとんどの方が持ってると思うので試してみてください。あとはまあ真似できるとこは真似していただいて、あここの FP はアイコニックがいいなと思ったらもうアイコニックをねどん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 キャンベルとかセンターバックの選手もねぶち込んでいただければなと思います。まあこのパイロソーザ監督自体もレート上げにねめちゃくちゃ向いてる監督だと思うので、ぜひ皆さんにおすすめしたいです。はい、それでは今回これで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。